髪の毛難しいんだよな俺。星のカタージュソーダです。いつもと違う場所でございます。バレットのボーカル、そして告白リルアンティーヌのボーカル、星のカタージュソーダでござソーロはい、お気づきですか、お気づきですか。カタージュ、ケフはちょっとね髪の毛持ってます。よりちょっとカタージュっぽくしようかと思ってやったんですけど、僕ちょっとあれなんですよね、あれなんですよ、どれなんだよあれなんですよ、整髪料とか整髪料とか、ね、好きじゃないんだよね固まるのが、まあ潔癖症ゆえに。だから普段はもうこうナチュラルなんですよ、僕はもうジェル、ワックス、ムース、それ系は一切もうナスティングなんですよ、使わないんですよ。だから使い慣れてないからね、まあなんかあんまいつもと変わんねえじゃんって言われたらそれまでなんですけれども、一応持ってみましたよ。もうちょっとこれ流すとかよりカタージュっぽくなるんじゃねえのみたいな、うん、まあまあそんな感じでございますよ。で、はい、これでまたね終わりだったらクソ動画じゃないですか、ただのクソ動画じゃないですか。だからまたね小話でも一つ挟んで一つの作品にできたらいいなと思って、お話ししたいと思います。これ実話ですよ、フィクションじゃないです、ノンフィクションでございます。ノンフィクションでお届けいたします。ですね、僕がね水駅にまあとある、うん、まあ可愛いね、あの怖いちゃんを送り届けたんですよ、うん、ういやつじゃん、ういやつなんですよ。まあそもそもそれはいいや。それで、まあ僕はもう低血糖をちょっと起こしてたんで、もう買い物をして晩ご飯の用意をして、大体お仕事にしようと思ってたんで、もう、まあ、送ったついでに買い物をよろうと思ってたんですね。で、駐輪場、スーパーの駐輪場に止めて買い物済ましました。はい、ここまでは順調でございます。で、駐輪場出てくときに、まあ駐輪場ね、ロックシステムだからさ、うん、1台1台しか通れないわけよ、結構狭い通路なんですよね、うん、だからそこを通ろうとしたときに、あのご家族の方が、お客様がいらっしゃって、で、そのお客様は気を使ってね、先に僕を行かせようとしてくれたんですよ。で、その時会話、お客様のお母さんがね、あ、うちや多いからお兄ちゃんの先に行かせましょう、そうですね、そうですねって仲間内でしてて、あ、お兄さんどうぞ先に通ってくださいって言ってくれて、あ、ありがとうございます、ありがとうございますって通る時に、そこのご家族のちっちゃいお子ちゃまが、まあ3人いたんです、3人その3人とも3人が全員、ママ違うよ、あれお姉ちゃんだよ、お兄ちゃんじゃないよ、そうだよ、あれお姉ちゃんだよっていう小話ですそうなんですよね、僕お姉ちゃん扱いされましたね。僕ね、おっぱいはないよ、おっぱいはないけど立派なもんついてますよ、立派なもんソータのソータは立派ですよ、はい、まあみんな引いたなと思うんですけど、まあそうなんですよ、うん、ソータは見た目とは裏腹に男気あふれる侍魂の男なんで、まあそこのところよろしくお願いします。よしよしって感じで、しばらくはまあお姉ちゃんとね髪の毛切ったから呼ばれちゃうかもしれないけど、まあそういう時はね、神の対応、神の返しでねやっていこうと思います。うまくね、まあ、人笑いでも起きればいいかなと思って。いい、立派なもんついてますよ。外をして、これからも行くぜ。転がってくるぜ。無理無理。髪の毛難しいんだよな、俺。鬼、柔らかくて細いから。扱いがね。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、僕の伝えたいことや、日々の出来事、お悩み相談などしています。
なので、ぜひチャンネル登録お願いします。また、Twitter、Google Plus、Facebook などでシェアお願いします。相対の質問や、ご相談はこちらからメッセージください。それでは次回の動画も楽しみにしてください。またねー。